アグネスデジタル、アグネスデジタル、1997年5月15日帯は、日本の競争馬、シュボバ。アメリカ合衆国で生産、日本で調教された外国サンバとして、1999年に中央競馬でデビュー。中央、地方、日本国外を転戦して、芝、ダートを問わず活躍し、2000年から2003年にかけて、マイルチャンピオンシップ。 マイルチャンピオンシップ南部杯、天皇賞、秋、香港カップ、フェブラリーステークス、安田記念と GI 競争で6勝を挙げた。日本にグレード制が導入された1984年以降、芝、ダートの双方で GI 勝利を挙げた最初の馬であり、2001年から2002年にかけては国内外の GI で4連勝という記録を打ち立てた。 2001年度 JRA 賞最優秀4歳以上ボバ、通算32戦12勝。2004年より種ボバとなり、2014年のジャパンダートダービーに優勝した風の子などを排出している。1997年、アメリカ合衆国ケンタッキー州のラニモードファーム、生産。父クラフティプロスペクターはアメリカで7勝。 G1 競争ガルフストリームパークハンデキャップで2着の成績を持ち、シュボバとしてアメリカで数々の重傷勝利馬を出していたほか、日本でもストーンステッパーなどの活躍場がいた。母チャンシースクールは北米で一勝という成績ながら、近親に種ボバとして日本に輸入されたベイラーン、フランスで G1 競争3勝を挙げ、シュボバとして イギリス・アイルランドのリーディングサイアーとなったブラッシンググルームを持つ。両馬は本馬から見て王子に当たる。アメリカ産の日本調教馬はセリーチで買われるか、日本人が現地生産したものが多いが、本馬は後の管理長教師白井俊明が持つ独自の情報網でリストアップされた一頭であり、白井と現地生産者との直接取引で購買された。 白井は60頭ほどの候補馬から3頭まで絞り込み、当初は別のシアトルスルーサンクの購買を希望していたが、値引きを持ちかけたところで相手が気分を害して破断となり、2番手候補だった本、馬が買われたものだった。価格は日本円で約2800万円ほどだったが、候補馬の中で最も小柄かつ細身の馬であり、現地関係者からはなぜこんな馬にするんだ と言われたほど目立たない馬であったという。1998年11月、北海道の日高太陽牧場で育成長教に入る。当初は銅が前後に詰まった短距離向きを思わせる体つきであったが、競争年齢の2歳に達し、本格的な運動が始まった頃から、つらりとした姿に変わっていった。体質は丈夫、性格も素直でおとなしく、 当初の予定より1ヶ月早く、立東トレーニングセンターの白井のもとへ送られた。9月に、阪神開催の新馬戦でデビュー。ミスタープロスペクター系の馬が両席を上げるダートの、短距離、1400メートル戦で、スタートから逃げを打つも、最終コーナーで勝ったネランに買われて7馬審査の2着。続く2戦目、ダート1200メートル戦で2着に3馬審査をつけての、 初勝利を挙げた。この時、騎手を務めた、福永祐一は、これなら上に行っても楽しみだし、芝でも大丈夫な走りをしていると感想を述べ、三戦目には、芝の競争が選ばれた。しかし10等立ての発着と破れ、ここからしばらくダート路線を進むことになる。ダートに戻っての4戦目を2着とした後、5戦目から、ベテランの的場一志が手綱を取る。 マトバは競争直前に初めてまたがった際、その線の細さに、こんなに弱々しい体で大丈夫なのかと不安の念を抱えたが、レースでは2着に7場審査をつけて勝利。競争後には、まだ本物じゃない。良くなればどんな感じになるのか楽しみだよと感想を述べた。以後マトバが騎手として固定され、12月には、公営、川崎競馬場で行われる、交流重賞。 全日本3歳優秀に出走。単勝オッズ1.7倍の一番人気に支持されると、第3コーナー戦闘からゴールまで押し切って、重賞初勝利を挙げた。4歳となった2000年は2月のヒアシンスステークスから復帰したが、ノボジャックの3着と敗れる。的場によれば、未だ線の細さが解消されておらず、この競争の直線では一瞬フォームのバランスをし、 壊れたたたかとと思っっほどであったという。その後は、当時外国サンバの春の最大目標となっていた NHK マイルカップを目指し、芝の競争に復帰。クリスタルカップ3着、前哨戦のニュージーランドトロフィー4歳ステークスも3着となり、陣営は芝でも勝負できるという感触を得て、5月7日の NHK マイルカップに臨んだ。当日は4番人気の指示を受けたが、 道中7番手の位置から、最後の直線で伸びず、そのまま流れ込む形での7着となった。後再び、ダートに戻り、交流重賞、名古屋優秀に出走し、レコードタイムで勝利。7月には、大井で行われる交流 GI 競争、ジャパンダートダービーに出走し、一番人気に支持される。レースでは、最終コーナーまで4番手の位置を進んだが、 最後の直線で失速し、15頭立ての14着と大敗を喫した。当時の的場の印象では、アグネスデジタルに2000メートルという距離は長すぎ、さらに厚く敷かれた大井のダートもこらえ、直線を向いた時にはすでに体力が尽きた状態であった。競争後、2ヶ月の休養を取り、9月にやはりダートのユニコーンステークスで復帰。 新馬戦で敗れた町金乱に庭新反差をつけて勝利した。10月、小馬、4、5年以上馬との初対戦となった武蔵野ステークスでは2着となる。休養を経て、この頃には従来の線の細さが解消されつつあった。秋の最大目標について、陣営は、ダートの GI 競争、ジャパンカップダートと芝の GI 競争、 マイルチャンピオンシップの二つの選択肢を設けた。白井はジャパンカップダートを重視し、馬主の渡辺隆雄はどちらか決めかねていた。そこで意見を求められた的場は、芝は問題ないと思います。距離的に2100メートルのダートはちょっと長いのではないでしょうか。マイルの方がいいと返答し、マイルチャンピオンシップへ向かうことになった。11月19日に迎えた。 マイルチャンピオンシップは突出した実績場がおらず混戦模様と言われる中にあって芝での実績に乏しいアグネスデジタルは13番人気の評価であった。白井から好調を聞かされていた的場は楽に好意につけられると踏んでいたがスタートが切られると流れについていけず後方からのレース運びとなった。しかし直線に向いたところから追い出すと鋭く伸び 残り200メートルで15番手という位置から先段を一気に差し切り、一番人気のダイタクリーバに半端審査をつけての優勝を果たした。総破タイム1分32秒6はコースレコード。また、13番人気での勝利、その配当5570円はいずれもレースレコードだった。白井は思い通りに調整できたので、ひょっとしたらとは思っていたと語り、的場は、 総案書で、出来はいいと聞いていましたし、今年のメンバーなら面白いと思っていました。特にマークする馬は決めず、この馬のペースを守ることを心がけましたが、最後の足はすごかったですね。芝、ダートオートはないし、今後が楽しみですと語った。なお、当時すでに翌春での騎手引退を示唆していたマトバは、これが十三勝目にして、最後の GI 制覇となった。 翌2001年1月、年初の重傷。京都近輩では、直線で追い込むも大託リーバに雪続を許し3着となる。その後は、翌月のダート GI 競争、フェブラリーステークスへ向かう予定だったが、右前足に急接炎を発症し、休養を余儀なくされる。5月に、京王杯スプリングカップで復帰するも9着、GI、安田記念では11着と敗れ、競争後に、 再び休養に入った。なお、的場が2月で引退しており、この春より、新たな安城に4位広文を迎えている。9月、復帰戦のダート交流重賞、日本テレビ杯で勝利を挙げると、10月には、森岡で行われる交流 GI、マイルチャンピオンシップ南部杯に臨んだ。前年の最優秀ダートホースである、ウィングアロー、 当年のフェブラリーステークスを制したノボトゥルーを抑えて一番人気の指示を受けると最後の直線では地元は東方エンペラーとの競り合いを制して優勝。1984年にグレード制が導入されて以来初となる芝ダート双方での GI 制覇を果たした。当初陣営は南部杯の後前年度優勝したマイルチャンピオンシップへ出走させる予定を立てていたが アグネスデジタルの習得賞金額が天皇賞秋への出走要件を満たしていることから白井は急遽同競争への出走を決定した。天皇賞は日本中央競馬会の国際化計画に基づき前年より外国サンバにも2頭の出走枠が設けられたばかりだった。競争1ヶ月前に天皇賞出走と目されていた外国サンバは 宝塚記念優勝の5歳馬名勝土等と NHK マイルカップ優勝の3歳馬黒船であった。2頭のうち黒船は特に注目されていた。前年春以来芝の中長距離戦線ではテームオペラ王と名勝土等が6度にわたって1、2着を占めておりファンの間にも倦怠感が漂いつつある中でそうした状況を打破する新勢力として期待されていたのである。 しかし、獲得賞金で上回るアグネスデジタルの出走により、黒船は、天皇賞から、除外者、一部ファンからは、アグネスデジタル陣営に対して、どうせ勝てないくせに、黒船の邪魔をするなという胸の非難の声も上がった。当日、アグネスデジタルは四番人気に支持されたが、オッツは、上位で一桁台のテームオペラを、名称ドとステイゴールドからは大きく離れた二十倍であった。 午前中の後部により馬場状態は、重馬場となり、前座の各競争では、馬場の内側を通った馬が伸びあぐねる様子が続いていた。白井は4位に対して、馬場の良いところを走らせるように、4コーナーを回ったら、観客席に向かって走れという指示を与えた。スタートが切られると、逃げ馬のサイレントハンターが出遅れ、レースを引っ張る馬がいなくなったことで、前半戦メール通過は62秒2と、 重ばばを考慮しても遅いペースとなった。多くの馬がこのペースにじれて、騎手との呼吸を変いていく中、10番手前後を進んだ、アグネスデジタルは落ち着いた状態でレースを生んだ。最後の直線では名勝度とを交わした、テームオペラ王が抜け出したが、大外を追い込んだ、アグネスデジタルがゴール前で一気に差し切り、同馬に一場審査をつけて、優勝を果たした。 外国産馬による天皇賞制覇は出走可能であった1956年秋に優勝したミッドファーム以来45年ぶりの出来事であった。場所の渡辺はインタビューにおいて周りから心ないことをいろいろ言わましたが言った人たちは恥をかいたんじゃないでしょうかと述べた。他方、この時は未まだ馬場状態や展開のりがあったとその勝利をフロック視する見方もあった。 この後、陣営は、連覇がかかる、マイルチャンピオンシップを飛ばし、12月に、香港で行われる、香港国際競争のメインレース、香港カップへの出走を選択。当年の香港国際競争には4つの G1、競争へ6頭の日本馬が参戦し、香港バーズを、ステイコールドが、香港マイルを、エイジンプレストンが制した。そして迎えた、香港カップにおいて、 アグネスデジタルは G1 競争2勝のトブーグ UAE に次ぐ2番人気に支持される。アグネスデジタルは14頭立て12番枠からの発走であったが、シャィン競馬場の2000メートルコースはスタート直後に第1コーナーがあり、4位はうちの馬の圧力を受けて外へ振られることを嫌い、発走後すぐにアグネスデジタルを先頭に立たせた。そしてコーナーをスムーズに回ると、道中は トブーグがスローペースでバグンを先導する後方で5番手を進んだ。第3コーナーからペースが上がるのに任せてアグネスデジタルは最終コーナーで再び頭に立ち最後の直線では追いすがるトブーグを頭差しのいで勝利した。4位は最初のコーナーをスムーズに回ったところでこれはいけそうだと思った。勝利を確信したのは直線で先頭に立った時内から トブーグ騎場のデッドオリが差し返してきたことも、外から一等来てたのも分かったけど、負ける気はしなかった。思ったようなレースができて嬉しかったと感想を述べた。日本馬が勝利を重ねるたびに、重圧で顔をこわばらせていた白井は、そりゃもうプレッシャーがかかったでと破眼し、本当に勝ててよかった。世界のホースマンが見ている前で、世界の基準になる2000メートルのレースを勝ったんだから、これは、 価値はあるでしょうと述べた。当年これが最後の出走となったアグネスデジタルは年度表彰 JRA 賞において最優秀4歳以上ボバに選出された。年度代表場には東京優秀日本ダービーとジャパンカップを制した3歳馬ジャンルポケットが選出されアグネスデジタルは24%の得票率で辞典となっている。また最優秀ダートホースには 天皇少女外により、ダート路線を進み、ジャパンカップダートを制した黒船が受賞だが、同馬は、屈建園発祥によりこの年限りで引退した。2002年は、ドバイワールドカップへの出走を目標に、前年故障のため回避した、フェブラリーステークスに出走。史上最多10頭の GI 優勝馬が顔を揃えた、中で、アグネスデジタルは一番人気の支持を受け、 レースでは6番鉄位層から先行勢を差し切って優勝した。南部杯、天皇賞、香港カップ、フェブラリーステークスと4戦連続での GI 制覇は史上初の記録となった。後香港経由でドバイに入り、3月23日ドバイワールドカップを迎えた。本命と目されていた。 前年の外旋門章優勝馬、サキーに起乗するランフランコで通りは警戒する相手として、アグネス・デタルを挙げたが、アグネス・デジタルは、航空機のトラブルにより、香港で一時足止めされていたほか、ドバイ到着後も、集中豪雨があったため状況不順で、その状態はかんばしいものではなかった。レースでは、後方待機から最後の直線で追い込みを図ったが、勝ったストリートクライ。 UAE から約十六馬審査の六着と敗れた。白井は後にコースは合っていたと思うんだけど、輸送で足止め食らって熱発したりして絶好の状態で行ったのにその半分以下になった。立て直すのに日にちがなくてついて回るのが精一杯でね。言い訳ではなくてドバイは調整が難しいと思ったと解雇している。その後は香港へ戻り、 香港マイル優勝馬エーシンプレストンと共に、クイーンエリザベス2世カップに出走。当日は、グランデラ、UAE、エーシンプレストンに次ぐ3番人気となった。レースでは5番手追走から、最後の直線で先頭に立ったが、ゴール前でエーシンプレストンに刺され、半馬審査の2着となった。日本国外の競争における、日本馬の1、2着独占は、史上初の出来事であった。 なお、今回のアグネスデジタルのような2カ国にまたがった。転戦の場合、従来は検益上の理由から一度日本に帰国しなければならなかったが、白井が JRA 理事長に訴えて、ドバイから香港への直接出走を可能とした。評論家のゴーダナオヒロは、これも海外遠征史における一つの大きな成果だったと評価している。香港から帰国後、 前年秋からの連戦疲労により右肩や後む黒に不安が出たため休養に入る。そのまま約1年を休養にあて、2003年5月に交流重賞、柿津畑記念、名古屋で復帰したが、最終コーナーで先頭に並びかけるも4着と敗れる。この内容に、もう復調はない、前世紀を過ぎたとの見方もあった。6月8日、2年前に11着と敗れていた。 安田記念に出走。GI 競争未勝利のローエングリンは一番人気と、格好たる中心を欠く中で四番人気の評価となった。レースでは中断を進み、最後の直線では外に持ち出して追い込むと、先に抜け出したアドマイヤマックスとローエングリンを差し切り、一年四、ヶ月ぶりの勝利を挙げた。走破タイム1分32秒1は1990年に、 オグリキャップが出した記録を13年ぶりに更新するコースレコードであった。4位は精神的にタフな馬。本当に力があると称え、白井は信じられない。この馬の勝負根性には頭が下がる思いですとねぎらった。なお、これによりアグネスデジタルの GI 勝利数はいずれも最多7勝を挙げたシンボリルドルフ、テイエムオペラ王に次ぐ6勝となり、 また史上4投目の4年連続 GI 勝利という記録も達した。これがアグネスデジタルの最後の勝利となり、インゴは日本テレビ坂月の2着を最高成績として、年末の有馬記念9着を最後に引退。翌2004年1月18日に京都競馬場で引退式が行われ、マイルチャンピオンシップ優勝時の絶賢13をつけて最後の走りを見せた。 なお、引退式に向けて軽い調教が続けられていたが、この中で、アグネスデジタルは、前世紀の雰囲気を取り戻しつつあったといい、担当休務員の井上王の実をは、もう少し早く良くなって欲しかったけど、年を取っているから良化がスローだったのかもしれない。うまくいかないものだねと語った。引退後は、種ボバとして、北海道ニーカップ町のビッグレッドファームで、つなぎよう。 初年度3区は2007年にデビューし、a m ア a t v i p DREAM SIGNAL、山人ンキングリーラの活躍により、新種ボバランキングでシンボリクリス S に次ぐ2位となった。翌2008年1月、DREAM SIGNAL が新山記念を制し、3区が重賞初勝利を挙げる。2014年には、風の子がジャパンダートダービーを制し、3区の GI、j e a p n 初制覇を果たした。 自身と同じく、芝とダートの両方をこなす3区も送り出している。国内外11の競馬場で走り、芝、ダートを問わず、中央、地方、香港で GI3 連勝を遂げるといった競争生活から、オールラウンダー、万能の名馬と評される。ライターの安倍田巻は、これほど多彩なカテゴリーで強さを見せた馬は、日本の競馬史には見当たらない。 わずかにダートや1200メートルから3200メートルの天皇賞まで勝ちまくった1960年代のケシバ王が思い浮かぶぐらいだろうと評している。一方、山川拓也は竹芝王についてポピュラーなスポーツといえば野球しかなかった時代に身体能力の飛び抜けた少年が野球じゃ4番、サッカーじゃエースストライカーを任されていたようなものだとした上で当時とは異なり、 各路線に、スペシャリストがいる時代に存在したアネスデジタルを、真のスーパー万能型、伊能のスーパーホースと呼んだ。白井敏明は、こんな馬は、もうなかなか出ないと評し、四位広文は燃え尽きたと思われた後安田記念を勝った際常識を裏切ると、いうか、本当にワンダーホースだと思ったと解雇している。この時は、担当休務員の井上王の実をも、 この馬はわからんと舌を巻いていたという。各地を転戦して、好成績を上げた秘訣には、精神面の強さが挙げられるが、その性格は、非常におとなしく、4位によれば、寝ぼけてる、みたい、やる気あるのかな、みたいな馬であったという。日本中央競馬会の広報誌、優春が、通貫805記念として行った、名馬選定企画、未来に語り継ぎたい。 不滅の名馬たち、2010年では、読者投票により、第38位にランクインした。2014年末にも行われた、同様の企画では44位となっている。ふとじわ GI、または、ジェイプニー競争、四大母、愛名、エメから連なるファミリーは、世界的に発展している。本、馬が属するラナウェイブライドからの分子、下記以外では、 その妹小山の子孫にキングカメハメハなどがいる。平で2014に記載されているうち、ランラウェーブライドの子孫でブラックタイプの馬のみ記載する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。